たいそんな感じ。百万が日和ソードマスターヤマト完結編。もしもし、月刊チェーンスの富田です。お疲れ様です。え、富田さん、今日から僕がソードマスターヤマトの担当になりました。よろしくお願いします。え、あの小島さんは亡くなりました。うそー、 なんで。実は初めてできた彼女に初デートの前に振られたようで。え、それで自ら命を。いや、ショック死です。ショック死。なんか仕事中に彼女から別れのメールが来て、ありえないんだぜと叫んでバタンとぶっ倒れました。最後までその喋り方だったんですか。それで仕事の話に戻りますけど、ソードマスターヤマト来月号で最終回ですんで。うそー、悪く言えば打ち切りです。わざわざ悪く言わないでください。もともとあまり人気がなかったけど、今月号ではぶっちぎりで不人気だったんですよ。どっこいおむすびくんより人気なかったです。マジっすか。でも急に最終回とか言われても困りますよ。僕の漫画やっと盛り上がってきたところなのに四天王とか出てきて。戦いはこれからも続くみたいな終わり方でいいじゃないですか。そういう終わり方ってよくありますけど、僕の漫画の場合、敵のボスのベルゼバブに主人公の両親が捕まってるじゃないですか。しかも食事は1日におむすび1個で、地獄のような労働を強いられているんですよ。どっこいおむすびくんと被ってますね。いや全然被ってないですよ。とにかくそんなわけでベルゼバブを倒さないとすっきりしないっていうか。そうですね。しかもそのためにはいろいろ条件があって、ベルゼバブの城の門を開くには四天王を倒さないといけないし、ベルゼバブを倒すには聖なる石が必要だし、しかも今戦ってる四天王の最悪は別名ザ・不死身と呼ばれるほど妙にタフですで、10回刺さないと死なないんですよ。なんでそんな設定に。10話くらい引っ張ろうと思って、あと主人公に生き別れた妹がいるらしいことを第1話からほのめかせてるんですけど、これどうしましょう。さあ、まあうまくまとめてください。はあ、新しい担当なんか冷たい。で、そのページは何ページもらえるんですか。3ページでお願いします。うそー、なんで僕そんなにひどい扱いなんですか。ほんと人気なくて。4コマ漫画のどっこいおむすびくんだって毎回4ページあるのに。どっこいおむすびくんも次回で最終回です。え、そうなんですか。おむすびくんの最終回は何ページなんですか。4ページですけど。しくしょー、もう月刊チェオンスでは勝ちませんからね。はい、ソードマスターヤマト、すべてを終わらせると。クレイ最悪。これは実は1回刺されただけで死ぬぞ。最悪がやられたようだな。クレイ、ついに四天王を倒したぞ。聖なる石が別になくても倒せる。この俺に一番大妹がいるような気がしていたが、別にそんなことはなかったぜ。ヤマトの勇気が世界を救うと信じて。解読